ハワイアンイメージ、ハワイアンイメージ、1977年5月22日から1990年10月14日とは、日本の競争場である。1980年のサツキ賞に優勝。他の重賞勝ちクに、ラジオンパ賞と福島記念がある。八大競争に連なる路線よりも、ローカル開催やダート競争を転戦した異色のクラシックホースである。 最高5 7 0ラム台の巨体の持ち主で、ダート10馬場を得意としたことから、重戦者の名を取った。主戦騎手は、増沢末ワ半姉にスプリンターズステークスを連覇した、名脇巫子、父、ギャラントマン、半妹に、カブト記念優勝馬プロメイド、父マルゼンスキーがいる。バレーは、2000年以前に使用された、旧表記、数え年で統一する。 1977年、北海道新潟部町の名和牧場に生まれる。幼駒の頃から雄大かつ、バランスの良い工場体を持ち、育成調教も順調にこなして、往年の名機種であった場長、中村和夫からも、2億円は稼げると見込まれた期待場であった。競争年齢の3歳に達した1979年、牧場オーナーである、鬼島リーキアの所有場として、 茨城県美穂トレーニングセンターの鈴木、翔太郎級者に入った。同年12月5日、中山開催の新馬戦で、マスザワスエを安状にデビュー。初戦は5 4 8ラムと体が絞れていなかったこともあり、後方のまま12着と大敗した。しかし翌々週に八週に8キログラム減で臨んだ2戦目で、初勝利を挙げると、囲碁と死をまたいで3連勝を挙げた。 この間に、鬼島の友人である、関山忠だ名義は株式会社大関へ千五百万円で、譲渡され、馬主が交代している。その後は、クラシック初戦、サツキ賞を目標に、重賞戦線へ臨む。2月に出走した、東京四彩ステークスでは八着に終わったが、続いて、おもババで行われた弥生賞を三着、不良バ場で行われた、 スプリングステークスを2着と成績を上げ、4月13日に、サツキショーへ臨んだ。当日の中山競馬場は豪雨に見舞われ、芝コースの内側は、水田のようなドロンコ状態、マスザワセオというほどに、ババ状態は悪化していた。こうした中で、ハワイアンイメージは、単勝4番人気、副賞では1番人気に支持された。スタートが切られると、ハワイアンイメージは、 先行集団の中を進んだ。第三コーナー手前で一番人気の東証ゴッドが故障を発生して競争を中止、この後にハワイアンイメージは二番手に進出すると、最後の直線では大外に持ち出し、逃げ粘るハワイアンジュエルを捉えた。残り150メートル付近からは、後方から進出したオペックホースと馬体を接して、激しく競り合ったが、ゴールでは首さ抜け出して、 優勝を果たした。総派タイム2分10秒には、日本中央競馬会が発足した1954年以降で2番目に遅い記録であった。増沢は、勝因として、東証ゴッドの競争中止、不良馬場、ゴール前の競り合いという3点を挙げ、こうした条件が揃わなかったら、とてもサツ賞は取れなかったと思うと回想している。なお、増沢は、敗、はい、成功。 1973年に続く、サツキ賞2勝目、管理調教師の鈴木は、雲の花、1950年、敗成功に続く同3勝目であった。続いては、クラシック2冠を目指して、東京優秀、日本ダービーに出走。両馬場となった当日は、サツキ賞馬であるにもかかわらず6番人気の評価で、結果も、オペックホースの14着と大敗を喫した。 その後ハワイアンイメージは2009馬の巻き返しの場所として俗に残念ダービーと呼ばれていた福島競馬場のラジオタンパ賞に出走した。クラシックホースが福島に姿を見せたのはこれが初めての例でありスポーツ紙にはクラシック馬が福島に来てくれるとはとてもありがたいという馬長の談話も寄せられた。当日はダービー5着のハーバーシャレード、オークス4着のヒンバ 十字野郎に次ぐ三番人気と、さつき勝馬としては、低い評価だった。しかし、先行作から直線入り口で先頭に立ち、そのままゴールに流れ込んで、優勝、重賞二勝目を挙げた。真夏の休養を経て、秋に復帰。クラシック三冠最終戦の菊花賞には、目もくれず、菊花賞と同日に、福島で行われる、福島民友カップから始動し、 逃げ切り勝利。続いて不良馬場で行われた福島記念も連勝した。年末にはグランプリ競争の有馬記念に出走したが、法要防衛の7着となってシーズンを終えた。当年の収得賞金は1億2578万3500円で年度の最多賞金収得馬となった。翌年以降も芝の表舞台よりローカル開催やダート競争に数多く出走。 6歳児に骨折による長期休養がありながらも8歳まで現役を続けオープン特別競争など4章を加えた競争生活晩年はしばしば最下位に沈むなど制裁を欠き1984年2月新設されたダート重賞フェブラリーハンディキャップで7着となったのを最後に引退同年3月4日中山競馬場で引退式が行われた 総獲得賞金は2億1500万円余りと、中村和夫の見立てが当たった結果となった。引退後は、故郷、名和牧場で、種ボバとなった。2年目シーズン以降は、毎年50頭前後との交配をこなすなど、一定の人気を集め、初年度3区からは、オープン特別競争で2勝、重賞のエプソムカップでも3着となった、ハワイアンコーラルが出た。 しかし1990年10月、放牧中に転倒して、右後ろ足の大腿骨を骨折。予後不良と診断され、安楽死の措置が取られた。14歳、現表記13歳没。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。